平成3年台風第25号は1991年11月に発生しフィリピンに甚大な被害をもたらした台風である。シンロズ台風25号は1991年11月4日午前10時頃にフィリピンの東方 350km の海上で比較的小規模の熱帯低気圧として発生し、その後最南西に進み、サマール島、 レーテ島、ネグロス島を横断。その後フィリピンの再会場で熱帯性低気圧に変わった。この台風は最盛期の中心気圧992ヘクトパスカルと勢力はあまり強くなく、強風域も直径150キロメートルとかなり小さかったが、フィリピン各地に甚大な被害をもたらした。この台風による死者、行方不明者数は資料によって異なるが、 少なくとも5000人以上に達し、実際には8000人が死亡したとも言われている。2013年の台風30号のように、フィリピン市場で最大の犠牲者を出した台風の一つとなった。特にオルモックに被害が集中しており、鉄砲水と地滑りで5000人以上の死者が出たほか、被害家屋はおよそ14000戸被害総額はおよそ6億ペソに達した。 この台風の国際名、セルマはこの台風限りで使用中止となり、テレサという国際名に置き換えられた。ありがとうございます。